事故です。誕生日全集の中にパーソナルデーという誕生日の数字について書かれているページがありましたので、そちらを朗読します。今日は誕生日が16日の人の項目を読みます。パーソナルデー16の人は野心、豊かな感情、思いやりの持ち主でとても気さくです。自分の願望を実現したいという気持ちが強く、またより広い世界への好奇心も旺盛なため、家族と離れて暮らすことになります。人を見る目や状況を判断する力は的確で、主に自分の感覚に基づいて判断します。しかし自分の欲求と他の人に対する責任感の板挟みになった時、心の中に葛藤が生じます。パーソナルデー16の人の関心は世界へ向かって広がっています。国際協力やメディアに関する仕事に就く人が多いのもそのためです。慈善活動などで社会のために働く人もいれば、突然のひらめきを得て執筆活動を始める人もいます。心の底には不安を常に抱えており、生活が不安定であったり、節目を迎えた時などは特に緊張状態に陥ります。自信過剰な面と不安感とのバランスを上手に取ることが大切です。家族同士の絆が強い家庭に育ちますが、あえて一人暮らしを選んだり、遠くまで旅をする人が多いのもパーソナルデー16の人に多く見られる傾向です。長所、家庭に対して強い責任感を持っている、誠実である、直感的である、社会性がある、協力的である、洞察力に優れている。短所、心配性である、いつも不安がある、自己顕示欲が強い。以上です。今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。